ですけど、ぜひ。はい。ですね、まあ血検査項目と椿ちゃんの値と、まあ、正常値ですね、はいはい、でざっくりね、こっからこの辺までが肝臓の働きを見るところですね、はい、でこの子何歳だっけ、4歳ですけど、まあ全然引っかかるところがあるとこういう黒い矢印がつきますよ、はい、正常です、はい、リパーゼ、これは膵臓、膵炎があったりすると上がりますけど、はい、いいですね、はい、次今度ここの尿素窒素とクリアチン、これは腎臓系です、はい、正常です、はい、今度脂質代謝、コレステロールと中性脂肪も正常です、はい、ここのね、電解質のバランス、これがちょっと高い、はい、カリウムが、はい、で、あ、これが、こっちはごめんなさい、去年はこっちですね、これが今年ですから、はい、ちょっと高いですね、はい、だからこれお水をしっかり飲ませてあげてほしい、わかりました、はい、うん、あんまり高いと腎臓とか悪くなっていっちゃうんで、ね、はい、あとカルシウム、リンは、うん、そう、リンもちょろっと高い、はい、これも水分しっかり取らないと、若い子は1歳以内の子はいいんだけど、はい、1歳以上でリンが高いのは腎臓系が悪くなると上がってくる、はい、水分ました。あとは血糖値113、はい、白血球数、赤血球数、全然正常です、はい、でちょっと飛ばして血小板も正常、はい、か T4 というのはこれ甲状腺ホルモンね、はい、正常範囲です、はい、でこれもまあ、まあ若い子はいいんだけど、でも7歳過ぎると機能低下症になる子は割といますよね、はい、あとヒラリアの検査はマイナスでした、はい、それからあとは何だっけ、ALP、 あ、これだ、 UPC、はい、これはね、あのおしっこにタンパクがどんだけ漏れてるか、はい、で正常が 0.5 って書いてあるけど、もっと精密に言うと 0.2 までが正常です、はい、で 0.05 だから、まあ、タンパク漏れたりすることは全然ないから、わ、はい、かりました。あとはシスタチン C、 これも腎臓病の早期発見する検査ですけど、はい、正常範囲です、はい、CRP 炎症マーカー若干高い、はい、これね、です、はい、あの子さ、身体検査して炎症マーカーっていうとさ、はい、耳と口なの、はい、だから多分耳もちょっとでもに耳はにおわんくなりました、はい、でもさ、これは多分お家にありません、あるんじゃない、耳ですか、であります、多分、はい、ね、今暑いからさ、耳臭くなりやすいんで、はい、掃除しなくていいから1日1回でいいから1滴ずつ入れてもにおみしてください、はい、入れてすぐ離すとすぐ顔振って出ちゃうから、はい、入れたらちょっとしっかりマッサージして中に入るようにね、はい、とあとお口はまあこれだよね、はい、から糖化アルブミンは糖尿病の検査なんですけど、過去2週間の血糖値の平均で全然正常です、はい、だからまあこの裏にあの引っかかるところのやつ、はい、例えばどこだっけな、電解質はどこに書いてあるかな、カリウム、はい、わかりました、とか、まあ、引っかかるところもし見れたら見てくださいね、はい、はい、これがね、はい、それとあとはレントゲンと心電図、体重、はい。